1 6 0 0トルを超える距離を競うユーコンクエスト、犬ぞりレースは犬にそりを引かせて走るドッグレース。北、アメリカやロシア、ヨーロッパなどの北極地方で人気のあるウィンタースポーツの一つであり、レースでは犬一頭を運べるスペースのあるそりに、マッシャーが立って乗り、規定コースを数日から数週間かけて、犬に引かせ、移動タイムを競う。1932年に、 レイクプラシットで開かれた冬季オリンピックではデモンストレーション競技となり、1952年オスロオリンピックと1994年リレハンメルオリンピックでも公式競技ではないものの実施されている。チームのスタート前の用水ヌゾリはトナカイを刺激していないような北アジアや北極地方の狩猟民にとって移動手段として欠かせないものであった。 実生活の中で実用と一体となったレースも行われ、レクリエーションとしてのレースは19世紀半ばから後半に発生した。ユーコンやアラスカにおけるゴールドラッシュに伴い世界的に注目を集め始め、1920年代に入ると期間した近郊労働者たちによってもたらされた犬ぞりレースは非常に人気となった。 1920年代から30年代にかけて犬ぞりレースは全盛期を迎え、その人気はこのスポーツの発展に寄与した。スノーモービルなどの新しい移動手段が普及することにより、犬ぞりレースはより近代スポーツとしての体裁を整えるようになった。距離や地形によって犬の数は異なるが、マッシャーとマッシャーが操るハーネスをつけたソリ犬を1チームとして、 定められたスタートとホール地点の移動タイムを競う。数キロメートルの比較的短距離なスプリントレースから、1000キロメートルを超える長距離レースまで様々な距離のレースがあり、競技は数日から数週間に及ぶ。代表的なレースに、アメリカ・アラスカ州のアンカレッジから、生誕のノームまでを競うアイディタロットや、アンカレッジの北のフェアバンクスとカナダのホワイトホースとの間で競われる。 有効クエストなどがある。ありがとうございます。